はい、こんにちは。派遣社員の独り言第265回目となりました。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは価格の高い仕事について取り上げてみたいと思います。私はヘルプデスクで、主にユーザーさんからの問い合わせを受けているわけなんですが、スターティングメンバーだったということもあり、比較的そのシステムにですね、強いというか知識がいろいろ深くてですね、時々問い合わせ以外の仕事というのも頼まれるんですよね。でよくあるのがですね、例えば営業の人がですね、これこれこういうことをしたいから、ちょっとこういう設定とかですね、いろいろこう調べてやってくれとかっていうことをこう要望を出してくるわけなんですよ。で、それはそれでいいんですけど、この仕事を例えば何十万で取ってきたから儲かるんだぜみたいな話でですね、よく言ってくるんですよね。で当然会社としては大きな利益になるんですけれども、結局それをやらされる私にとっては何のメリットもないんですよね。結局それでちょっとフィードバックでプチボーナスでも出してくれるんであればいいんですけど、私としては通常業務プラスアルファ空いてる時間にその仕事をしなくちゃいけないんで、他の派遣社員の人と比べるとですね、やっぱり業務量がどうしても負荷が大きくなってしまうんですよ。でやっぱりいろいろやってるとこううまくスムーズにいかないこともあって、メーカーに問い合わせをして確認したりとか、何度も検証したりとかですね、そういったことをしながら、結局形にしていくわけなんですけれども、やっぱりそれだけ頑張ってもですね、時給も変わらず、プチボーナスみたいなのもないし、評価も上がらないし、なかなかこうちょっと複雑な心境ですよね。自分たちは数字が上がれば当然それが昇給やボーナスにつながっていくっていうのが、正社員の方の言い分ではあると思うんですけども、派遣社員にとっては結局、その人の成果っていうんですかね、成績を上げるために使われる駒というような位置づけでしかなく、やっぱりちょっとこう悲しい気持ちになってしまうんですよね。やっぱり派遣社員であっても、そういった大きな仕事でちょっとこう利益が取れるようなですね、ものが取れた場合は、せめてですね、その期間中だけ、例えば1ヶ月間だけでもいいし、なんかこうちょっとしたプチボーナスみたいなのですね、出してくれたりとかですね、そういったことをしてくれてもいいんじゃないかなって私は思うんです。やっぱりいくら頑張っても評価もされず、時給も上がらないと、やっぱり前もお話しましたが、やっぱりモチベーションが上がらないんですよね。で本人、派遣先の社員の人たちは、それで数字が上がった、利益率が高いからとか言ってこう喜んでるんですけど、私にとっちゃ何の喜びでもないんですよ。ただ会社が儲かれば仕事が安定するんで、イコール私の雇用も安定する、契約の更新ができるというような、そういった違う角度のメリットはあるんですけども、直接的に金銭的に給与としてメリットが出るということがないので、やっぱりちょっと言い方悪いですけど、やる気になれないっていうのが正直なところなんですよね。でやっぱり一回仕事を受けてしまうと、そのユーザーさんからはいろんな要望が出て、また途中で変えてくださいとかですね、こう仕様変更をしたりとか、そういったことでいろいろこう時間を取られたりとかですね、またやり直しになったりとかして、結構負荷が多いんですけども、派遣先の社員の方も相談には乗ってくれるんですけど、結局実際作業するのは全部私なんですよね。だから結局本当に負担は私一人にかかってきてしまっている状況なんです。こういったこともですね、やっぱり今後仕事を続けていくのであれば、ちょっとこう少しでも給与に反映するような評価制度、そういったものを作ってもらいたいということで、今度派遣元のその営業と面談があった場合には、ちょっとそういう評価制度も取り入れてほしいというような要望を出してみたいと思いまして、今回お話に挙げさせていただきました。また今回もちょっと愚痴みたいになってしまって申し訳ないんですけれども、ぜひ聞いていただきたいと思いまして、お話に取り上げさせていただきました。今回もご視聴いただきありがとうございました。